皆さんこんにちは、川口悟と申します。正直めちゃめちゃ驚きまして、少し記憶が飛ぶぐらい驚いて、でもと同時にすごく冷静に自分を見ている自分がいまして、マネージャーさんに電話越しにちょっと待ってくださいって言って、家の外バーン出て、ちょっと開けたところに、ちょっと大きな声を出しても大丈夫なところに行って、何度も聞き直して、ちょっと待ってって言って喜びを大爆発させました。ありがとうございますって、はい。僕個人としては、倉持さんの演出を受けさせていただくのが3度目になります。その前に、倉持さんはじめ、声をかけてくださった方々、関係者の方々に本当に、感謝をしております。ですね、3度目ではあるんですが、作品は毎回違うわけでありまして、で今回もまた新しい作品に、取り組むということなので、あまりその3度目だということは意識せず、この作品を創作することに関しては僕も倉持さんもゼロからのスタートだと思っているので、新しく身を引き締めて、スタッフの方々、キャストの方々と、この作品を、創作していきたいと思っております。神の子供たちは皆踊るアフターザクエイク、劇場でお待ちしております。よろしくお願いします。